やばいな、風呂上がりやなって全然、今帰ってきたばっかりなんならえ今日はキスバイエイトの衣装好き投資でした。だから髪の毛もね今ボッサボッサなんですよ。そう、髪セットしてたのを無理やりこうガッて今やってるので、そうボサボサなんです。寝起きでもないしお風呂上がりでもない。本当はもっとブワーンってなってたね。それを頑張ってキュッて、ワックスとかもついてるからなんかカピカピなんですよね今。うん、さ、お風呂入りたい。お腹もペコペコ、準備なうって。準備してない。目の前にあった洗濯物を畳んでた。夕飯まだ食べてないのねって。そう、お腹空いた、めっちゃやばい。そう、今日はキスバイエイトの最終稽古で、大西にとってのなんですけど、大西にとってのキスバイエイトの最終稽古で、で明日はついにおどんろです。明日やって明後日で終了です。明日来ないでってね、めちゃめちゃ思ってる。大西も本当に来ないでほしい本当に来ないでほしい。こんなこと言うの失礼やけど本当に来ないでほしい明日が本当に本当に来ないでほしい。なんだろう、まだねこの間のそのまあ東京公演終わって、三重行って大阪行って高知行って、でまあ1週間ぐらい空いて、まあこの1週間本当になんだろう、詰め詰めだったんですよ予定が、お仕事が。でなんか結構本当に自分の中で目まぐるしい日々を送ってたんですけど、目まぐるしいって使い方合ってるかな。だから なんだろうだいぶおどんろとはかけ離れたこう生活をしてたんですね。そう、でもなんかまだこの日があって、まだあと3公演、まだあと3公演っていうのかな。でもまだ公演できるから、そうまだ大丈夫ってその心のねあれは保たれてたんですけど、もうそんな日々もだって今日で終わって明日本番なんだもん。現実だ。寂しい、単純に寂しいです。とっても明日北海道から有給取っていきますって。嬉しい、ありがとう本当に。な
んかねえ寂しい。トータルどれぐらいやってたんだっけ。24公演、全部で24公演なので今21公演終了して、で残り3公演で終了っていう形になっております。あっという間だねってねえ。24公演ってでも多い方やと思うねんけどね、公演日数的には。それでもあと何回しかできないっていうのをもう初日から数えてやってるからなかなかないよね。あと何公演しかできないってずっと思うの。うんってぐらい本当になんかね素敵な作品に出会えて、でもまだできるチャンスはあるから、まだ終わってないから、だから明日と明後日はすごくね楽しんできたいと思います。でも体力が心配だね、こんな1週間も空いちゃうとヘトヘトになっちゃいそう。そう、明日演者さんに会うのとかめちゃめちゃ楽しみ。そうワクワクしてる、早く会いたい、早く会ってお話ししたい。そう1週間ぐらいしか会ってないけど、あまあ1週間ぐらいしか会ってないけど、日本語合ってる？1週間会ってないだけなんですけど、なんかもうなんかもう1年ぐらい離れてた感覚がする。1年は思ったな、半年ぐらいなんか離れてた。ちょっと待って、今大丈夫？音大丈夫？ごめんね、今ポケットに入れてたエアポッツが接続されましたって出ちゃったから。大丈夫か？ OK 大丈夫。そう寂しい、楽しみだな明日。もっとイマジンさんあれ覚えてくれたかな、元カレです。いやイマジンさんなら多分覚えてくれてると思うんですよね、私は元カレです、一緒に踊りたいってそうツイッターで言ったんですけど、多分覚えてきてくれると思うんですよねイマジンさんなら。楽しみ。明日は難しいかな、明後日の待ちそわ感とかどっかしらで。投稿待ってますってねえ、もし取れたら公式の方で上げてもらおうかな。無理かな最近いろんな企画やってるから無理かな。ちょっと行ってみよう。そうね、キョンシーの時もあげてもらう。あ、ママだ。ママだ。
あ、お腹空いた。Nステも楽しみってね、 AKB ね、出れるようになったんだよね、 Nステ。嬉しい、本当に嬉しいです。でもメンバーも発表されてない。ね、AKB がタイムステに出れる、嬉しいです。うん、ありがとうございます。あ、そういやショールームの写真も更新されてるねって。あ、本当に？あの白いのになった？今回真正面を向いてみたんです、こんな感じのやつ。いい感じ。あの写真好き、綺麗すぎるって嬉しい。でも今回ね、みんな漏れてるよね、あの写真のあれがいいね、あれっていうか衣装もいいんやろうし、衣装もいいし、なんかトゥルトゥルしてるよね、画質がなんかトゥルトゥルしてるよね。なんかね、質がね、写真のいい感じ、みんな可愛く撮れてる。衣装はこのために作ったんですかって。このね、アーシャの衣装はあれだよ、あのね、去年のレコード大賞の衣装です。コード大賞で着させていただいた白の新衣装でございます。ふん、いけ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 、このアーシャで一番好きなのどれ？でも基本昔の自分が好きじゃないから、虫って、あの顔の問題でね。それはいつに経ってもそうなんですよ。6年前の自分もそう言ってるんですよ。昔のあの時の顔好きみたいなないんですよね。ご飯が炊けた、待ってたよ、お腹すいた。そうだから、こうなんだろう、自分の昔の写真とかを基本ね、いつの時代も好きじゃないんですよ。だから多分半年後は多分今の自分の顔は好きじゃないって言ってると思う。だからメイクとかさ、メイクの仕方とかさ、髪型とかさ、その時はあ、いいって思ってても、なんかね、未来の自分はね、なんでこの時こんなメイクしてたんやろとか思うんですよ。そう、そう、なんでこんなあれやったんやろみたいな。それからその時がいいって思ったやつをやってるからさ、でそれがだんだんこう変わっていくからさ、基本的に昔の自分はそんなって感じのスタンスなので、って感じかな。
晩ご飯何やってね、何しようか。とりあえずご飯炊いたけどとりあえずお米が食べたくてお米は炊いてみたんだけれどもって感じ。ご飯食べてってありがとう。食べるね。塩おにぎりで。おにぎりも美味しいよね。なんか自分でさ作らへんからさ、おにぎりってめったに。たまに食べたらめっちゃ美味しいよね。うわ美味しいってならへん？おにぎりって美味しいよね。てかさ、今日ねお昼夕方かな、あの稽古中にコンビニで買ったおにぎり買ったおにぎりを食べてたんですよ。それが鮭なんかあのね、外にあの海苔がついてるやつじゃなくてさ、丸くてさ、なんかいろんなジャンルのやつあるじゃん、あのオムライスのやつみたいなとかさ、マスの寿司みたいな、なんかあっち系のジャンルのおにぎりあるやん。そうチャーハンとか、そうチャーハンとかの京にし、それの鮭がいっぱい入ってるやつ、鮭尽くしみたいなやつがあったの、その丸いやつで。でなんか今日鮭食べたかったからそれ買って食べたらびっくりするほど美味しくてね。いやコンビニのおにぎりってこんな進化してんねんやって今日すっごい思ったの。その鮭のやつ食べて美味しいってなった。びっくりした。そう、また絶対買う。あれ絶対買う。マジで美味しかった。って思った。いつもおにし、あのそのそれ系のおにぎりってマスの寿司かあのオムライスのやつ買うのよ。そう、その2つ本当に大好きだから大体その2つ買うんですけど、今日買ったやつがもうマジで美味しくて、もう絶対買おうって思った。このコンビニって。ローソン。あこのコンビニは唐揚げくんが置いてるからローソンです。覚えてた。ローソンです。そう、唐揚げくんが置いてあるあのお店は。そう、 うわお腹すいた。唐揚げくん食べたい。唐揚げくんのイントネーションおかしないって。唐揚げくん、何唐揚げくんっていうの何唐揚げくん、あれやろ、みんなそれ平板って言うねんで。こないだ学んだ。唐揚げくんでしょ、どうせ知ってるんだよ。みんなだいたいまっすぐに言うんだよ、関東の人は。だからね、私はずっと関西弁がまっすぐ喋ることが多いって思ってたんだ、思ってたんだ。でも標準語で喋るときは平板を使うことが多いって最近学んだんだ。この間の朗読劇の時マジでめっちゃ直された。びっくりするぐらいイントネーション直された。そう、わりかしこう標準語で喋れるようになってきたって思っててんけど、自分ではでもまだまだあかんかった。もう全然
難しいね。そうでも舞台でねやるときはね出ないくなってきてたんですよ。ショールームとかするときは全然関西弁やけどさ、そうなんか舞台でこうセリフを読むときは関西弁とか関西のイントネーションが出ることだいぶ少なくなってたのよ。注意されることも全然なかったし最近は。そうでも本を読むってなったときにやっぱ、めちゃめちゃバレるね。なんか、イントネーションは誰かに習ってるの？いや、習ってるわけではないけど、それこそまあ舞台の時とか。普通にキャストの人にこれってこのイントネーションで合ってるとか聞いたりとか、あとは最近はあれやな、エッセイの朗読であれ収録するときに一旦自分が練習してったやつ読んで、でその収録してくれてる方にお願いしてちょっと関西弁は出さないようにしてるのでみたいな、ちょっと関西弁っぽいとこがあったらちょっと教えてくださいって言って、で全部つるって取り終わった後にここがちょっとイントネーションがあれだったからみたいなっていうのを何回か繰り返してやってる。そうだからカタカナはだいたい平板みたいなっていう感じをねえとか、標準語はすごい難しい、ほんまに難しい。こうだからね、まあ、ショールームとかではさ、普通に喋ってるけどさ、でもショールームもそうちょっとか何標準語混ざるようにはなってきたのよ。そう。それでもまだまだだな、難しい。だってさ、首都がさ関西やったらさ、みんな関西弁を頑張ってたってことなんかな。ねえ、どう？だって例えば大阪がさ今の東京みたいな感じで、普通にもうめっちゃ昔からもうずっと大阪が首都って感じだったら、だってみんな関西弁頑張って覚えてたってことやろ。だから舞台とかも関西弁が普通みたいなってなったら、みんな難しいで関西弁でやんの。せやで、インドネーション難しいんやで。ほら、デンガナーとか言ってる人もデンガナーなんか使わへんわ何々デンガナーっておるおるか、まあ、おるっちゃおるんやろうけどさ、なかなかおらへんね。ちゃいまんがなってなかなか使わへんで、ちゃいまんがな、儲かりまっかって、いや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 儲かんのかなとか言うけど普通に儲かりまっかって、そんな決め台詞はあんま言わへん。
かまへん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 はまあまあまあ言うな、かまへんよ。何歳でも地域によって違うのって。うん、関西弁ってまあね、大体がまあ一緒やけどさ、語尾が違うかったりとかもう全然するから、関西は関西でもいろいろ違うんだよね。今何時？あ、もう33分もしかして。あら、ちょっとじゃああと2分したら終わるわ。35分。長すぎた。そう、関西、大阪はコテコテの関西って感じやん。そうで、京都も京都やん。そう、で滋賀はね、ちょっと京都に似てるんですよ。で兵庫は、面白いこれ勝手なイメージやけどね、兵庫はまあがっつり関西弁って感じやねんけど、関西の中では一番きついのかなとは思う、関西弁が。うん、そうね。そうだから、一回あの元兵庫県代表の山田七海ちゃんのお家に昔泊まりに行かせてもらったことあるんだけど、その時周りから聞こえてくる関西弁が、関西弁怖いっていう人って、あ、こういう気持ちなんやっていうのはちょっと分かった気がする。うん、あ、確かにきついなと思った。うん、和歌山は和歌山でちょっとまた独特なんですよ。一番訛りがあるかなって思う。うん、なんか言葉もなんか、うん、っていう印象。なら一番ちょっと薄い気はするんですよね。まあ、関西弁は普通に関西弁やねんけど、なんかっていうイメージ。こってこてって感じでは、なんか、まあ、こてこての関西やねんけど、ごてごてではないしみたいな、なんか癖ない気がする。ああ、もう36分、ありがとう。ちょっとじゃあ、もしご飯食べてくるわ。ちょっと明日もね、明日の準備もしなきゃなので、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が MM ルールズアットマーク、日曜は名古屋の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がももちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位はくるりん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がかほアットマークにこうさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位があるさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がちかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がお茶っぱタイムアットマーク爆裂魔法エクスプロージョンさん、ありがとうございます、イエイ。
そして11位が、ゆりえちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がひろちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がけいじさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。中指のゴムが気になるって、ポケットの中からゴム出てきたから、そうそういじってた。後でポイしよう。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでも、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。